サンフォードはアメリカ合衆国ノースカロライナ州中部リーグの都市であり、同軍の軍庁所在地でもある。2010年国勢調査での人口は28,518人だった。2000年時点の23,220人と比べると10年間で23%増加しており成長速度が高い。サンフォードは c オ o サンフォードにちなんで名付けられた。サンフォードは 鉄道の土木技師であり、サンフォード市となった場所の基礎を築いた地域を通る鉄道建設の提唱者だった。サンフォードはリー軍にあり、リー軍は1907年に周辺三軍の一部を合わせて結成された。この新軍を作るときにサンフォードとジョーンズボロが地域の主要な町だった。この二つの町のどちらを軍庁所在地とするかを決めず、 新しい軍庁舎を二つの町の中間に置くことが決められた。時を経て、リー軍は国内で唯一田舎の住所に軍庁舎がある軍となった。20世紀後半、サンフォードの町が成長して、ジョーンズボロを併合するまでになった。ジョーンズボロの町はジョーンズボロハイツとなり、町の名としてサンフォードが使われた。サンフォードがある地域は、アメリカ独立戦争や、 南北戦争の時に重要な役割を果たした。具体的にはハウスインザ・ホース州やエンダー用航路がある場所に関するものである。その後の時代には石炭、褐色砂岩、レンガの重要な生産元となった。特に褐色砂岩とそれで作るレンガでは国内でも重要な建材提供者となった。2014年10月21日、サンフォードは市長のジェットマンが出席して 中国の技工誌と正式な姉妹都市関係を設定した。同市は中華人民共和国チャン数章無釈市に位置する研究誌である。歴史ン,ン市内には次のアメリカ合衆国国家、歴史登録財に指定されるものがある。サンフォード市は北緯35度28分33秒、整形79度10分32秒。 北緯35.475881度整形79.175463度35.475881-79.175463 79. に位置している。ノースカロライナ州の見かけ上真ん中にあることで知られている。州の地理重心はモンゴメリー軍のスター町にある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は24.2平方マイルであり、このうち陸地24.1平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.33%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。サンフォード氏は、市政委員会、マネジャー方式の政府を採用している。市政委員会は一人の市長と七人の委員で構成され、 それぞれ任期は4年間である。委員のうち5人は小選挙区から選ばれ、2人は自然体を選挙区に選ばれている。サンフォード氏は、海浜の白車がピードモント大地の粘土と出会う場所にあるので、レンガを大量に製造するための原料に恵まれている。1959年、サンフォードで国内レンガ生産量の10%を生産しており、 アメリカ合衆国のレンガ首都と言われた。今日もジェネラルシェイルやリーブリックタイルなどの会社が大量生産を続けている。サンフォードでは繊維も生産している。近年はワイス・バクシンズ、別名ファイザーがバイオテクノロジーを導入し、2006年には地域大規模雇用主になった。グリーンズボロ、リサーチトライアングル、ファイエットビル各都市圏からほぼ遠距離にあり、 経済のために地域を通じて製造、サービス、住宅を供給できる、好都合な位置づけである。その他の大規模雇用主には次のものがある。市内の新聞はサンフォードヘラルドであり、1930年から連続して発行されている。ケンタッキー州パデューカを本拠とするパクストンメディアグループが所有しており、夏季のホーナー家の三世代によって運営されてきた。 サンフォード・ヘラルドは、週6日発行され、オーディット・ビューロー・オブ・サーキュレーションとノースカロライナ・プレス・アソシエーションのメンバーである。サンフォード市とリーグンの他の部分には、アペックスを本拠とするピークメディアグループが運営するオンライン新聞のリーグン、スター・トリビューンがある。中央カロライナ・コミュニティ・カレッジのリーグンキャンパスが、サンフォード市内にある。このカレッジは、様々な学科で、学位、 卒業証書、証明書を与えており、カレッジと学校南部協会のカレッジ委員会、ノースカロライナ州教育委員会、カレッジと学校南部協会の認証を得ている。サンフォード市内には、リー軍高校、リーアーリーカレッジ、サザン、リー高校の3高校がある。リー軍高校はリーシニアとも呼ばれる。サザンリー高校とリーアーリーカレッジは二千五年から二千六年の 教育年度に開校した。d r ー,ー,ーカレッジはでは4年、ないし5人の協定で高校の卒業証書を得られる。だけでなく、純学志望も得られる。中学校は、ウェストリー、イーストリー、サンリーの3校がある。サンリー中学校は2008年から2009年の教育年度に開校した。オルタナティブ学校として、ブラックドーリーアカデミーは7年生から11年生を教えている。 小学校は6校ある。すなわち、BT ブロック、ブロードウェイ、ディープリバー、グリーンウッド、ジェーレン・エドワーズ、JR ・イングラム・ジュニアの各小学校である。オプションとして、年中運営されるトラムウェイ小学校もある。以上が、リーグン教育学区の運営する公立学校である。私立学校としては、モンテッソリ学校である、グリフィン・アカデミーがあり、 中学前の年齢から5年生までを教えている。グレースクリスチャン学校とリークリスチャン学校は中学前から12年生までを教える。チャータースクールのプロビジョンズアカデミー、ウォーレン・ウィリアムズ子ども開発センターは幼稚園前の児童を受け入れ、フロイド・イルナイト子どもセンターは重度の障害がある児童を教育している。隣接するサザンパインズの町にはオニール学校があり、 サンフォードからは送迎バスがある。幼稚園前から12年生までを教えている。ローリーエグゼックジェットポート、元のサンフォードリー軍空港がサンフォードの北東約7マイルにあり、アメリカ国道1号線を介していくことができる。2000年に開港されてサンフォードリー軍ブリック飛行場の代替空港となり、レクリエーション用にも企業用にも使われている。リー軍交通システムが 三考都市鳥居群の輸送サービスを行う共同交通システムである。ありがとうございます。